海外した廃棄士の夫婦でよ。レズミカルガスの雑草男、ダンダンパン、タカちゃんでございます。本日も虹色動画、張り切ってやっていきましょう。紫色草、親子で介護予防、無理せず楽しく活性化。本日のテーマは、毎日楽しく脳トレ習慣。指揮者になって大合唱、ふるさと体操。うさぎを石かの山。はい、行きましょう。ですね、指揮者体操。ね、この、もう定番のやつがあるんですよ。こう、マルチタスクで、1、2、1、2と、1、2、3、1、2、3を同時にやる体操ね。これと、ふるさと、歌。ドッキングさせたリズム体操でございますので、まずは歌を歌いましょう。笑顔キープで、足踏みしながら、手拍子しながら、ふるさと大合唱いきましょう。せーの。うさぎを石かの山、こぶなつり鹿の川、夢は今も巡りて、忘れがたきふるさと。もうこれでも十分脳は活性化しますね。歌詞を思い出して、声を出して、この声を出す時もね、この声帯のこの微妙な筋肉を脳からの指令でこれコントロールしているわけですから、脳からの指令が行くということは脳に血流がわっと行きますから、もうね、脳トレ効果抜群なんですよ。しかも感情を込めて歌っていうのはね、感情の表現ですから、感情を込めますから、脳はね、感情を込めるということはね、脳の活性化率がすごく上がりますから、もうこれだけでももう本日のね動画終了でいいんじゃないかなという思うぐらいの歌最高なんですね。しかし、さらにこっからね、バンバンとこうね、レベルアップさせていきましょう。はい、ここにね、次の、確認は、指揮者体操の確認ね。はい、右手が、どっちも1を出していただいて、右手が、1、2、1、2、1、2、1、2。左手が三角形で、1、2、3、1、2、3。指揮者ですね。1、2、1、2、1、2、1、2。うさぎおいし。左手が、1、2、3、1、2、3。うさぎおいし。はい。これ、三拍子の歌なんで、ちょうど上からスタートして、これを左右同時にマルチタスク運動でやっていきます。ね。右手が、1、2で、左手が、1、2、3。これを同時にやりますと、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3で、6カウントの時にちょうど上で揃います。ね、3拍子なんで。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3で、この6拍目、6拍子目でパーンと上に揃いますね。はい、これでまずこの指揮者の動きを確認しました。そしてここに先ほどのふるさと。これ3拍子の歌なんで、この三拍子の歌をドーンとドッキングして感情を込めて歌う。それをまずやっていきましょう。はい。指揮者。指揮者がこうやったら、こうですね。合唱の時。はい。それでは、ふるさと体操いきます。せーの。うさぎを石かの山。こぶなつりしかの川、夢は今もめぐりて、忘れがたきふるさ、一、二、ドーン！オッケー！さあ、さらにね、活性化率を上げるためには、大きな声を出して、より感情を表現するために、これ、今から実践編やるんですけども、親子で実践編柑橘系とやるときはこの感情うちわ、これをやります。まだちょっとね完成してませんが、ここにね日向さんが喜怒哀楽の文字を打ってくれます。これでパッと引いて出た悲しみってなったら、悲しみの感情を込めながら、うさぎおいしと歌ってきます。
そしてその歌にリズム体操を加えていきます。これで活性化率がパンパンパーンとアップいたします。そしてそこに足踏みを付け加えます。もうそうしますと、もう頭がね、ウィーンっていいになりますよ。もう途中で歌詞忘れるかもしらん。ウィーンなっても途中でもう指揮がね、もうなんかむちゃむちゃになるかもしらん。ベートーベンみたいにこう、ウルーンってこんなになるかもしれませんけども、それでいいんです。それがそう、活性化なんで、ここに足踏みと感情をさらに、倍増した感情うちわの実践編は、みんなと一緒にやっていきましょう。それでは、うさぎを石かのざっす。指揮者になって大合唱、ふるさと歌体操。はい、実践編やっていきましょう。本日も柑橘系、あれ？レモンちゃんがいない。まあ、ええわ。ヒューガさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、しゃー、出たー。どっからか声が聞こえております。レモンちゃん、出ておいで。どこだどこだ、レモンちゃん。爆弾よー。はい、出た出た、レモンちゃんね。やっぱレモンちゃんがいないとね。はい、フレッシュに登場してくれました、レモンちゃんでございます。さあ、今日は皆さん、指揮者になって大合唱、まあ、いつものね、歌体操なんですけども、レベルがものすごく上がっております。はい、むちゃむちゃ難しいですよ。おお。ので、まあまあ、これできなくていいんで、どんどんいいってなって、頭をガーってなって混乱して脳活性化させていきましょう。なので、後半ね、レベルが上がってくるので、まずは楽しく笑顔キープしながら、足踏みしながら、手拍子でふるさと大合唱行ってみましょう。はい、もうこれだけでも脳は活性化いたします。さあ、それでは笑顔キープで、いきますよ。ふるさと大合唱、いってみよう。せーの。うさぎを石かの山、こむらつりしかの何それ？ナムナムマ。あ、ふるさとといえばお墓参りですからね。そういうこと？いや、そういうことじゃなくて、はい。さあ、もうひゅうがさん、今のがもうピークですよ。こっからもう相当難しいですから。はい。はい、心してやっていきましょう。まずね、指揮者。の体操の指揮者体操なんですけども、これはね、有名なんですよ。右手が1、2、1、2、1、2、1、2。これ子供の時やったような気がする。あ、そしたら子供の頃に神経系がね、活性化、つながりますから。なんかさ、僕さ、タカちゃんと遊ぶ時にさ、こうやってさ、こういうのやったような気がする。ということは2人できる可能性高いですね。ですね。それ、いくよ。うん。じゃあ、今から説明しますから。はい。ちょっと聞いてくださいね。はい。はい。まずこれ、右手が、1、2、1、2。左手が、1、2、3、1、2、3。これを同時に行います。はい。まずの右手からいきましょう。はい。左手置いといて、せーの。上、下、上。1、2、1、2。今度左三角形です。せーの。1、2、3、1、2、3、1、2、3。うさぎを石ね、ちょうど三拍子ですもんね、うさと。なのでこの三拍子にぴったり合います。なのでこっちがぴったりなんですが、こっちが二拍子なんでずれてくるんですね。それが難しいんですよ。こう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 ね、そうやね。ちょっとやってみますよ、とりあえず。右手が上下2拍子、左手三角形で3拍子、ゆっくりいきますよ。いきますよ、せーの。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。ではいいでしょ。あれ、
お、ヒューガさん当てますね。レモンちゃん、これは難しいね。ほんまに難しいんですよ。誰にキックしてる？はい、だーい。ベン。はい、戻って。ねずこちゃん、戻ってください。はい。さあ、ここに歌を合わせるんですけども。うん、もういっちゃいますか、どうせね。こうしできることよりもできないのに挑戦してることに脳の活性化率が上がるっていうね、セオリーがありますから、はい、いきましょう。はい、だ右手が2拍子、左手三角形で、指揮者体操をしながらふるさと大合唱いきますよ。いきますよ、はい、足踏みいらないですからね今回は、はい、せーの。うさぎおいしかの山、こぶな釣りしかの川、夢は今も巡りて忘れがたきふるさと。レモンちゃん、いいですよ。これは本当に難しいですから、僕たちも、ひばさん、これ今、右が1、2ですけど、これ、右、左変えたら、ちょっとむずできないでしょ。確かに、うん。だからちょっと、これ皆さん、後で、右、左変えて、できた人は、右、左変えてやってみてください。非常に難しいです。僕、できそうにないんで、ちょっと、やめときます。はい。はい。レモンちゃんもね、これ、歌いながら指揮者体操、難しいと思うんですが、それでも諦めずに最後までやりましたか？諦めた途中で最後まで頑張った？食らいついて、いや分からへんけどなんとかなんとかついていこうってしてましたか？もしね、そういう風に諦めずにやった方は脳がね 120% 活性化してますからね、できる僕たちよりも。もしレモンちゃんが諦めずにやったとしたら、レモンちゃんの脳は今ふわっと活性化いたしました。 120% ですからね、100% を超えて活性化。はい、あ、でもそんなん聞いてたらちょっと逆もやりたくなってきたな。やってみます、ひばさん。いいですよ。ほんなら歌だけなしで、体操だけいきますか。待って、ちょっと確認だけ。まず左が1、2、1、2、1、2、1、2、右が3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。こっちからでもいいの？どっちからでもいいわ、それはもう。いきますか。はい、せーの。1、2、3、1。あれ誰これ、もう最初からこういったからいくな、これはちょっとむっちゃむずいな。もう一回だけやりましょう、せーの。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。うわぁ、難しい。三角が全部ワーンになりますね。こんな感じになってる。あ、ひばさん、グイーンってなった。ここだって、こうなるなる。いや、僕、三角形の頂点がね、こんな辺行きますよ。行きました。皆さんそれぞれ、その多分レモンはやってないけど、全然、うん、多分こうなるな、うん、もしできるっての、うん、できるとしたら、うん、こうなると思う、うん、こう跳ねる跳ねるのか、こういうさ、もう踊るわけですね、もうこうこう競技ランププワーンだから、ここがシーンって長くなるけど、ここは細長くなるのですか。なる。今度はちょっと挑戦してみてくださいね。はい、どうなるかね、やってみないと分かりませんからね。さあ、それではここ一旦感情一話しましょうか。一旦そしたら、ひゅうがさん、今日感情一話、これからこれに今から足踏みをつけて感情一話もするんですけども、だからこの指揮者運動体操、最初の得意な方に戻しましょう。はい、右手が 1,2 で、左で三角形で 1,2,3 で、うん、いきましょう。まずそしたら感情うちわの前に一回足踏みつけてやります。はい、むずいですよこれ。
はい、それでは笑顔キープで足踏みしながら、指揮者で大合唱ふるさと歌体操いってみましょう。いきますよ、せーの。うさぎおいしかの山、こぶなつりしかの川、夢は今もめぐりて忘れがたき、ふるさとに。オーケー、どうなった？いいです、いいです。確実に負けらめずに、うん、レモンちゃんやりときましたもんね。おめでとう。120% 活性化です。はい、それでは最後感情うちわでやって終わりましょう。さあ本日、どの感情が出るんでしょうか。ひゅうかさんお願いします。驚き前回ね、そう驚きしてたんで、今回ちょっと驚き抜きでやってみます。喜怒哀楽です。さあ、はい、何が出るかな。ドアノーサー立つよ。うーさー、違う、なになに、なに、何が出るかな、何が出るかな、ティリティティンティン、楽しい、楽しい、楽しい。さあ、そしたらもうなら、いつもやってますから、もう一回皆さんそろって、うん、ふるさと、あ、前ふるさとですね、楽しさでやりましたもんね。あ、そっか。さあ、ふるさとの一言に楽しさを表現して一言でいきますよ。みんな一緒にいきますよ。はい、いきますよ。さあ楽しさでいきますよ。せーの、ふるさとー。オッケー。さあ、その感情で、指揮者で大合唱ふるさと、はい、歌体操いってみましょう。はい、笑顔キープで足踏みしながら楽しい感情でふるさと歌体操いってみよう。せーの、うさぎおいしかの山、こぶなつりしかの川、夢は今もめぐりて忘れがたき、これ楽しい表現になりますと一気にテンポが速くなりました。それでもひゅうかさんできてましたか。できました。素晴らしい。そしてたかちゃんもできました。たかちゃん最高。レモンちゃんどうですか。できない。できなかったけども、最後までやり遂げましたか。ザッピーやり遂げましたね。やってましたよ、見てましたよ。はい、そんなわけで本日もね、皆さん脳がね、活性化しました。はい、左右逆バージョン、うん、あれね、皆さんぜひともやってみてください。はい、そんなわけで今日はですね、指揮者で大合唱ふるさと歌体操でございました。レモンちゃんナイスガッツね。それではまた会いましょう。さよなら。 See you, bye。 夫婦喧嘩の最後は私実家帰る言ってたな。子供産んで強なったな。病気して入院して手術して元気に戻ってきてくれた時は嬉しかったけど、君はますます強なったな。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹